ジオウィキとは、環境モニタリングに市民が参加するためのプラットフォームで、クラウドソーシングを通じて、既存の地理情報の検証と、新たな地理情報の収集を手助けする。Google Earth、Bing Maps、ジオタグ写真といったツールやインターネットを活用し、個人のボランティアが価値ある情報を提供することができる。また、衛星画像と称号した。 既存情報や全く新しい情報の提供によるフィードバックを提供している。データはデスクトッププラットフォームや携帯端末で入力でき、ゲームやキャンペーンで入力することもある。結果のデータは制限なしに利用できる。地を域で解析したアフリカにおける農耕地と森林といった土地被覆の不一致グローバルな土地被覆の検証作業はより高解像度の 全世界の20%以下の範囲の土地被覆の非常に詳しい情報を提供している2.5メートル以下の解像度の画像として実行できて更新された画像が継続的に追加される。Google Earth といったインターネットツールは土地被覆の検証のために大きなポテンシャルを提供している。土地被覆のためのボランティア地理情報仕様の研究は 欧州の森林地図や最新全世界土地被覆地図であるグローブカバーといったリモートセンシング派生製品の最新確認に使用されている Google Earth とより関連性が高い Google Earth で幅広いユーザーが検証作業に参加できるジオ域の応用は単に土地被覆を改善するだけにとどまらず中央アフリカにおける将来の森林破壊を予測することや サブサハラアフリカの5つの既存の濃厚地、データセットを組み合わせることで、既存地図より精度が高い地図を作成するのに役立っている。これにより、土地利用、植生、気候変動、地球のシステムモデリングにおいて不確実性を減らし、予測を改善できる。複数の研究所の科学者は、ジオフィジカルリサーチレターズにて、ジオ域の応用を含め地図の作成について記述している。 ありがとうございます。